パリからの帰還。紫輝くんの生パフォーマンスがファンの心をわ掴み、岸くんジンくんとの絆が炸裂。パリから帰国してすぐに行われた紫輝くんの生パフォーマンスは、多くのファンにとって待ちに待った瞬間でした。長い旅の後で少し疲れたように見えましたが、彼の笑顔でのかっこいいパフォーマンスは、心配していたファンたちを一瞬で魅了しました。 そして何よりも、キシ君とジン君と一緒にいることが紫輝くんにとってどれだけ嬉しいか、その喜びと楽しみがこぼれ出ていました。パフォーマンス中、紫輝くんのダンスからは、キシ君とジン君を引き立てようとする意志と、お互いをサポートし、合う絆が感じられました。彼らの息の合った動きは、まるで一つの魂が三つの体に宿るかのようでした。彼のパフォーマンスは、 単なるダンスや歌唱技術だけでなく、彼と共に踊る岸くんやジンくんとの絆、そしてコミュニティ全体との関係性に焦点を当てることが重要です。彼らと一緒にいることが平野にとって喜びであり、それが彼のパフォーマンスに豊かさをもたらしているのです。紫輝くんがパリで一人で過ごしていた時、岸くんとジンくんに会えることが何よりの喜びだったことが伝わってきます。 岸くんの謙虚さや、リーダーを辞退した下りでの面白さ、そして紫輝くん自身の衣装の可愛らしさなど、細かなエピソードがファンの心をつかんで話しません。生パフォーマンスで着用していた高価なジャケットは、放送終了前にすでに完売していました。ファンたちはそのジャケットの触り心地を知りたいと願っていますが、その人気ぶりはさすが紫輝くんと言うべきでしょう。 そして番組終了後の3人の礼儀正しさとファンへの感謝の言葉は彼らがどれだけ謙虚であるかを物語っています。その感謝の気持ちがファンたちにとって何より物喜びとなります。紫輝くん、騎士くん、陣くん、彼らのパフォーマンスはファンだけでなく多くの人々に愛されています。彼らの魅力はただ単にダンスや歌唱技術だけでなくその人間性や絆、そして謙虚さにもあるのです。 紫輝くん、騎士くん、ジンくんの絆や個々の魅力を見ていると、彼らが一つのグループとしてどれほど完璧にマッチしているかがわかります。彼らのパフォーマンスは、ただ単にダンスや歌の技術だけではなく、彼らの絆や人柄が光るものです。番組を通じてファンは彼らの成長を感じ、日々進化する彼らの姿に驚かされます。彼らの実力とパフォーマンスの凄さは、テレビを通してでも十分に伝わってきます。 今後の彼らの活躍がますます楽しみであり、彼らがどれだけの人々に幸せを届けることができるか、ファンたちは期待しています。ドームでのパフォーマンスに参加した22万人のファンに感謝の気持ちを忘れずに、最後に彼らの活躍を見て幸せな気持ちになったり、彼らの素晴らしさに感動したりするファンのコメントは、彼らがファンにとってどれほど大切であるかを物語っています。彼らのファンであることに感謝の気持ちを持ちつつ、 彼らのこれからの活躍を楽しみに待ちましょう。番組を通して彼らのパフォーマンスを見ると、日々進化し成長する彼らの姿がよくわかります。彼らがどれほどの努力をしているか、どれほどの情熱を持って取り組んでいるか、それがファンにとっても感じられる瞬間です。また、番組では彼らの衣装や振り付け、歌唱に至るまで、細かな部分にまでこだわりが見られます。 彼らが一つのパフォーマンスを作り上げる過程を見ることで、彼らの熱意やプロ意識が伝わってきます。そして、番組終了後に彼らがファンに対して贈る感謝の言葉は、彼らがどれほど謙虚であるかを物語っています。彼らの謙虚さと人柄が、彼らを支持するファンたちの心を掴んで話しません。彼らのパフォーマンスを見ていると、彼らの魅力や個性がより際立って見えます。岸く君の可愛らしさや謙虚さ。 ジン君の美しさや洗練されたダンス、そして紫輝くんの安定したスキルとキャラクターのギャップなど、彼らの個々の魅力が光ります。最後に、彼らのパフォーマンスはファンだけでなく、多くの人々に幸せや感動を与えています。彼らの活動を通じて、多くの人々が勇気や元気をもらっていることでしょう。彼らのこれからの活躍に期待し、彼らのパフォーマンスから多くの学びや感動を受け取りましょう。 彼らのファンであることに誇りを持ちながら彼らを応援し続けましょう。そして彼らの次のパフォーマンスがいつも以上に素晴らしいものになることを楽しみに待ちましょう。